北口南口南口の仮駅舎野々市駅は、石川県野の市市二日、市三丁目にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。総工費四千五百万円を、長費三千万円、地元負担金千五百万円で負担した、西岸駅として建設。開業当時の駅周辺は一面田園地帯で、あったが、九百六十八年の駅開業時以降に、 国道8号金沢バイパスへの接続道路整備なども見込みのの市長が駅周辺の整備を進めた。なお、当駅の開業前、1912年から1925年まで、西金沢駅が駅名を解消するまでは、野の市駅となっていた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。 互いのホームは、古戦橋で連絡している。上りホーム側が南口であり、2012年の駅舎建て替えに伴い、切符売り場が緑色となったが、緑の窓口ではない。そのため、E5489 には対応していない。下りホーム側が北口であり、公共施設である、野の市北口プラザの中にある。北口プラザ、南北自由通路の設置前は、 北口に駅舎はなく下り線ホームに出入りする階段のみが設置されていた。北口トイレは夜間閉鎖される。南口、北口ともに近距離用の青色自動券売機が一台ずつ設置されている。金沢駅が管理する無人駅。以前は JR 西日本金沢メンテックが業務を受託する業務委託駅であった。北陸新幹線が 南口駅舎の上を通過するため、南口周辺の再整備が行われたが、隣接する西金沢駅や松東駅のように、共状化は行わず新たな地上駅舎が建設され、2012年4月21日の始発より使用を開始した。接近警告機から鳴るメロディは、どちらのホームも、アニーローリーである。2019年度の1日平均乗車人員は2000人である。 石川県統計所と野の市市統計所によると近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通りである。野の市駅を名乗るものの旧北国街道の宿場町にあたる野の市市中心部からは2トルほど北西に外れた白山市との境界付近に位置にあり、むしろ野の市市の北端の田園地帯や新興住宅地に位置する。ありがとうございます。